こうして一緒に寝るのはさすがに初めてだね。やっぱり2日経てば忘れそうな顔だ。君も私にいじめられるのが好きでしょ。じゃあもう一生君のことをいじらない方がいい？君に話しかけない方がいい？やっぱり面白いな君は。うっせ。でも君と過ごしたこの3年間のことは絶対に忘れないよ。なんだか真面目な話をしてしまった気がする。たまには不真面目なことしてみる？さ、打ち合わせがてらアフタヌーンティーにでも行こうか。というかここに来る前にサンデーローストと平らげてただろう。私は普段から脳を酷使しているから人より三大欲求が多少強めなんだよ。三大欲求が人より強め。食欲と睡眠欲の間違い。